出た。オープンもありがとう。桜餅もありがとう。ハートもありがとう。中村です。皆さんこんばんは。お話し会でした。ありがとうございました。すごい、すごい、めちゃくちゃギフトが、もうすごい。ありがとう。バラも、だるまも、ハートも、団子も。ありがとう。すごい。すごい、すごい。こう言ってもありがとう。お話し会でした。皆さん、ありがとうございました。テンスの、お話し会も、終わってしまったのですが、はい。そう、ラストでしたよ。わあ、いっぱいありがとう、ギフト。ペンギンもありがとう。ん？今日そう、最後でした。皆さんありがとうございました。テンスもね、たくさんありがとうございました。日程がね、今日で全部終了して、半年間ぐらいでしたかね。ありがとうございます。テンス期間も。ありがとう。あっという間でしたね。え、何ジュースって。え、10枚目ってこと？テンスじゃないの？テンス。どういうことや。10枚目？テンスだよって読み方。え？わからん。テンスかな。ありがとうございます。まあね、ちょっと、アルバムは発表されてるんですけど、ファーストアルバムは。でもちょっと何があるかはまだ微妙で、私もよく分かってないところがあるので、はい。また会える時に会いましょう。まあね、4月はね、コンサート、みちさんの卒業コンサートからコンサートがね、ずっと続くので、コンサートお待ちしてます。ご飯ありがとう。生誕はちょっと多分4月にはないと思うので、 ほぼ毎週コンサートイベントあるから楽しみよ。そうなんですよ。4月は、あ、そう、3月の31日にみちゅさんの卒業コンサートがあって、4月7日に沖前公演があって、12日にアイドルズがあって、20日にドラさんコンサートとひなさんの卒業コンサートがあって、その次の週の28から7周年ツアーのコンサートが始まります。ャー！ そうなんですよ。すごいよね、4月。
5月からは土日がもう7周年ツアーがあるって感じなんですけど、なのでね、ちょっとね、どこで生誕祭があるかわかんないんですけども、まだ日程はいろいろ未定です。何があった、ありがとう。ありがとう。しばらくね、ちょっとつめつめですけど、皆様お待ちしてます。あ、顎がガクって言った。今のは顎の音。あくびが出た。そしたら顎がガクガク言った。ガクガク。ガク関節症。痛そう。なんか、顎がね、いつか取れるかもしれません。早めに寝てください。最近、朝、割と早いことが多いので、めっちゃ眠たくなるのが早いんですよ。本当に。マジで規則正しい生活してる。なんか前まで全然なんか3時ぐらいまで起きてる時全然あったんですけど、もう最近はもう本当にそうはいかない。もうすぐ寝ちゃう。寝落ち。今日ね、家を出るもう5分前ぐらいに起きたの。本当にめっちゃ焦って、でもう前日から服も用意してたし、もう完璧だったから、いや、そう、服着替えて歯磨きだけしてもう出た。もうね5分ぐらいで家出たんだけど、本当にねめっちゃ焦る。でもね、なんか寝坊線ギリギリで起きたりするんですよ。なんかもう危機能力が働いて、もう5分で支度できます。いや、寝落ちしとったらやばいけど。最大限まで寝る。いや、こんなに寝るつもりはなかったんですけど、なんか、アラーム全部無視して、起きた時はもう5分前だった。配信終わって何してんの？もう寝てるよ。だって昨日もだってもうすぐ寝たもん。秒で寝たよ。なんか眠くなるのがめちゃくちゃ早くて。でもなんか、私もう、なんか多分、普通、なんか6時間睡眠とか7時間睡眠って割とみんななんか寝たなって思うじゃないですか。でも私はもうそうはいかなくて10時間ぐらいいるんです。本当にじゃないと眠いんです。もう絶対に10時間ぐらい睡眠がいるんです、毎日毎日。平均、中村舞の平均必要睡眠10時間。
本当に来世はショートスリッパーになれますように。4時間内と回復しない。え、そうなんですよ。寝ないとストレス、いやストレスというかもうなんか眠くって、毎日配信を2時間3時間早く始めないと。いやもう今日は無理だったね。帰ってきて眠すぎてもうバタン球だったね。そうだね、まだね。なんかさ、なんか右耳の奥に誰かが住んでるんですよね。なんかね、ずっとね、右の耳がね、変でさ、右耳になんか住んでます。なんかね、ご飯とか食べて咀嚼した時に右耳の何かがなんかなってるんですよ。どうにかこうにか。ずっとね、ここね、1週間ぐらい右耳がおかしくってね。会話してくるの、うん、会話はしてこない。なんか住んでる。なんかが住んでます。右耳の奥に。そう。誰でしょう、誰が住んでますか。なんか怖いね。え、ホラー、ホラーですか。髪の毛入ってるよたまにって。えっ、私の髪の毛が右耳に。痛い痛い。そう、右の耳と右の頭がずっと痛い。耳鼻科行ってください。いやもう私ちょっと中耳炎になったんかなと思ったんですけどね、ちょっと行く暇がなかったので。右耳誰かが住んでます。咳も出る。いや聞いてください、あの私山を越えました。ちょっと回復したんですよ。このままうまく治ったらいいんですけどね。今でも咳そんなに出てなくって、調子がそういいので安心してください。結構みんなすごい心配してくれるんですよ。ありがとうね、申し訳ない、心配をおかけして。今はだいぶそう、配信でコンコンしてないでしょ。そうなんですよ。ありがとう。ありがとうございます。そうそう、お話し会の時も全然大丈夫。そうなんです。
本当に良かった油断は禁物です。57分ありがとう。沖前公園頑張ります。もうすぐですね。沖前公園は岡山と愛媛よりもさらに結婚式感が強くなります。さらに結婚式になります。あ、ちょっと待って、よいしょ。ガチ結婚式今日もお疲れ様、ありがとう。スタンディングですが楽しみです、ありがとう。出席お持ちしてます。ちょっと待って、壇上呼ぶわ。カンさん、フッチャンさん、ライジングさん、ピーさん、クマネパパさん、東京のスワンさん、ピロミンさん、まとまちさん、キノペコさん、シーサーさん、マサさん、教授さんのたそがれさん、ビタミンさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ。え、明日日曜日じゃない？明日は日曜日です。ありがとう、おやすみ、また明日だよ、またね。おやすみ、みんな寝よう。